いかな。茅ヶ崎までシミュレーションで行ってきてみます。大体そのアマゾンフレックスの仕事が9時からスタートみたいなのが多いので、まあ、今日はなかったし、というか今週ないんですよね。オファーが出てなくて、まあ、今度の日曜日のやつは出てたけど、それがどういう意味なのか、仕事がないってことはないと思うんだけど、もうみんな予約してっていうことなのか。まあ、その場合そうだとしたらさ、その現地っていうのはその時間どういう風になってるのか、どれくらい、およそ 500m 先、湘南銀河大橋西側左方向です。県道44号線に入ります。どれくらい車が混んでるのかとかさ、なんかそういうのをちょっと知りたいなと。まあシミュレーションしたところでっていう話ではあるんだけど、少しでもね気持ちを上げていかないと。一つ気になる点っていうかね、注意点っていうのはね、茅ヶ崎の方へ行くにはね、橋を渡らなきゃいけない。相模川その先、およそ2キロで右方向です。相模川を渡るには、平塚から相模川を渡るには3本の橋があって、まあおそらく銀河大橋っていう中間の、海側でもない厚木側でもない中間のものを使うのがいいんだと思うけど、どれくらい混んでるのか、もしくは混んでないのか。大体この時間だよね。9時に行くとしたら8時、そうだね、10分ぐらいで作ったから、このぐらいの出てくればいいんだよね。その時に銀河大橋がどれくらい混んでるのか、それと、やっぱ渋滞って言ってるな。あとは現地ね、現地の周辺っていうのは、その9時に予約をしている人たちでどれくらい混んでるのか、どういう状況なのかっていうのをちょっと知りたいですね。およそ 100m 先、左方向です。その先、およそ2キロで右方向です。新しいナビで、ドラレコの後ろのカメラ常時表示できるじゃないかなと思って、バックミラーが後ろに荷物積んでて見えない時に、まあ、デジタルバックミラーをつける必要があるなと思ってたんだけど、そうするとさ、新しい別の機種をカメラをつけようとしたら、カメラ2つつくことになるじゃないですか、後ろにも前にも。それ無駄だよなと思って、そのドラレコのカメラでカメラを使えないかなと思ってたんだけど、そのナビにドラレコの後ろのカメラの映像をずっと映しとくっていうね、そういう方法は取れないかなと。それができるとデジタルバックミラーを買わなくて済むかななんて思ってたんだけど、多分なんだけど、ホンダのそのオプションにあるデジタルバックミラーをつければカメラは
共有なになるんじゃないかなって想像してるんだけど、やっぱさっきから後ろに合計3つのカメラをつけるなんてありえないよね。ドラレコのカメラと、あとそのバックギア入れた時の後ろの駐車スペースのそのカメラね、まあ多分バック、ナンバーあたりについてるのかな、ちょっと確認してないけど、その今時点で2つついてるからね、3つ目つけるってことはあるかなって思ってたんだけど、思えば銀河大橋はスムーズに渡れました。ここまでは大丈夫だ。混むのはもっと早い時間かな。この時間はもう平気なのかもしれないね。あとは現地周りがどうなのか。話変わるけど、昨日の GoPro とロード NTG マイクの組み合わせは、音声は大丈夫でしたね。割と綺麗に撮れてて、まあそれでもファイナルカットの音声分離機能は使ったけど、だ前回や同じことやった時はケーブル間違えてたのかな、だからマイク LTG マイク使ってなかったのかな、あれは。ちょっと記憶が定かじゃないんだけど、いずれにしても昨日のセッティングは純正のその ロードの付属してきた 3.5mm オーディオアダプター、マイクアダプター、マイクケーブルっていうのをつけたから、まあ、確実に撮れてました。今日もそれで撮ってます。これだとその自分の胸元にマイクつけてるわけじゃないから気楽でいいですよね。車載はこれがいいのかもしれないね。 GoPro でロード NTG マイクっていう組み合わせね。この先ちょっと渋滞してるらしい。今日はこのナビはとナビタイムが出してるカーナビタイムだっけって言ったっけっていうアプリを使ってみてますね。カーナビタイム、まあ、ナビタイムアプリじゃなくてナビタイムが出してるカーナビのアプリケーションで、それをカープレイでカーナビに表示させてるっていう状態。まあアップルマップでもいいんだけど、とりあえず1ヶ月間だけサブスク登録してみたので、これのいいところはね、まあ月額1000円でまず取られちゃうんだけど、もう2000円毎月だから3000円払えば宅地情報まで地図出せるらしいんですよ。まあそう思って少し前に登録してたんだけど、どうやらアマゾンフレックスのアプリで配送するときにちゃんと宅地地図が見れるようになってるらしくて、そのわざわざ有料登録する必要はなかったのかもしれない。使
いやすさっていう意味ではやっぱナビタイムは使いやすいからね。そこかな。1ヶ月だけ使ってみて。およそ200メートル先、斜め左方向です。その先、およそ400メートルで左方向です。1ヶ月だけ使ってみて、その後使うかどうかを判断しようと思ってます。近いね、茅ヶ崎の営業所というかセンターまでは。ここから左に入るんだ。斜め左方向です。こう入ってる。そうすると右側に現地を見るんだかな。カメラ動かせないな、これ。いや、逆だね、左側だね。なんかうまい方がないかな。これちょっと外しといて、現地でカメラこっち向けとくか、こういう風に。映るかな、映んないかな。なんかカメラ倒れるね。こうやっとこうか。左方向です。でここ曲がってあそこだ。結構いないね。およそ100メートル先、目的地付近です。こんな感じか。いいね、大丈夫そうだね。目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は雨のち曇り、降水確率 50% です。9時の人用のやつができてるんだ。みんなエブリだね。よいしょ。とりあえず現地は分かった。とりあえずアマゾン茅ヶ崎は見ることができたので、そしたらちょうどねアマゾンからメールが来ていて、なんか住民票か戸籍謄本を提出しなきゃいけないらしく、それを取りに平塚市役所へ行けようと思います。で、アマゾン見た後コンビニでちょっと時間潰してたんだけど、トイレ行きたいなと思ってセブンイレブンで借りにでもいいんだけど、でも人がいっぱいいたから近くの港南だったら朝9時やってるだろうと思って港南を検索して、近くの港南に5分ぐらいに行ったんですけど、およそ3キロ宮の前を厚み方面へ右方向です。その港南が港南プロとかいう、でそのプロの人たちが行く場所なのかな。うちの近くには港南よりもかなり専門的な商材が多くて、マキタの電動器具なんて電動工具
ものすごい数で置いてあって、電動工具だけでどれくらいの場所使ってんだろうっていうぐらいめっちゃ楽しかった。で、軍手一つ取っても、まあ、大抵軍手とかあのゴム付き背抜き手袋みたいなああいうのって M と L で大体置いてあるけど S もちゃんとあるしね。めっちゃ楽しかったです。それがアマゾンの近くにあるっていうね。あとあのボードとかいろんなもの、とにかくあらゆるものがこのホームセンターにないようなものがいっぱいあって、本気で DIY やするんだったらあそこいいかもね。なんか結構関東地方だけでもプロって江南プロっていうショップが多いらしいんだけど、平塚にはちょうどないんですよね。厚木か茅ヶ崎、茅ヶ崎の近いって、今後しょっちゅう来ることになりそうな予感がしております。コーナンプロワーク&ツールっていうことですね。そして今通ってるこの道は国道1号線かな、茅ヶ崎から平塚に向けて、この辺りよく通ってたのが20年以上前か。柏に住んでいて、その後栃木に引っ越して、でこの辺りを車で走ってたという、そしてこっちの方に自分が結婚して引っ越してくるとは思わなかったですね。してんのかなと思ったけど、そんなことないよね。もっと8時とか7時とか早い時間なのかね、混んでるのは。その工場が多いから、藤沢とかね、あっちの方に工場が多いから、この橋を渡る人が多いはずなんだけど、工場とかだったら8時始業とか8時半始まりとかが多いでしょう。そうすると7時とか7時半とかそのくらいがピークなのかもしれないね。左の茶色いビルね、ここじゃないかな。その時の情景を鮮明に覚えてるけど、平塚駅降りて北口を歩いてドコモショップがあって、確かそのドコモショップに寄ったような記憶があって、絶対このドコモショップはファミレスの跡地だろうっていうようなわけなんで、どこっていうのは、そこだね。何にもない駐車場があったけど、まあさすがに30年も経てばそれは綺麗な建物に変わってるけど、
るね。そびえ立っております。さあ、ここが平塚市役所です。到着。ではちょっと行ってきます。市役所もひとまず完了。住民票はちょっと別途混んでたので近くの支所で取ろうかと思って別件を市役所で済ませてきました。サンズがダラスに負けたと。ダラスマーベリックスに負けて、カンファレンスファイナル準決勝みたいなもんだよね。カンファレンスファイナルはウォーリアーズ対、マーベリックスっていうことだよね。いや、クリス・ポール絶対出てくると思ったんだけど、しかも大差116対72でダラスが勝ったんだ。ドンチッチが35点、すごいね。対してブッカー11点、クリス・ポール10点。わあ、きつかったね。しかしダラスすごいな。確か負けから始まったんじゃなかったっけ。どうだったかな。引き分けぐらいから行ったんだっけかな。とあ、ダラスはね2敗から始まった。2敗して2勝で1敗そして2勝、結果
サミスに勝ったと。もう明後日からダラス対マーベリックス対ウォリアーズですね。で反対側はこれまた今朝試合は全部見れなかったけど朝早かったから、前年チャンピオンの全体のチャンピオンねのミルウォーキーバックスが、ボストンセルティックスに負けたと。これもすごい波乱だよね。これはまあ1勝1敗から始まってボストンが先に勝ち越したけどまたやられてみたいなシーソーでしたね。結果的にボストン、テイタムのボストンが勝ち上がってカンファレンスファイナルでマイアミと戦うと。いや面白くなってきた。これで結局今残ってるのはマイアミ、ボストン、ダラス、ゴールデンステートウォリアーズの4チームですね。これでカンファレンスファイナルをやってでファイナルですよ。どこになるでしょうか。まあ希望で言うと、なんと前だけど、マイアミ対ウォリアーズっていうのは見たいかな。でもな、ダラスのドンチッチの勢いは止められないっていうのもあるからな。で、ボストンはなんやかんや、みんなうまいしね。突出したテイタムとか、まあ、いるけど、絶対としてやっぱり、強いよね。で前年チャンピオンを勝ったと考えるとね、セルティックスも楽しみですな。このまま師匠へ行こうかな。市役所の師匠にで公民館で住民票か戸籍謄本か取ってそんでスキャンしてアマゾンに送ればいいのかな。からやろうかな、Amazon。なんか茅ヶ崎がねないんですよね。先週アプリが使えるようになってからすぐは結構茅ヶ崎出てたけど、なんか昨日今日見てるとほとんどなくて、どういうあれなんだろうねそういうのって。最初は横浜とか行って知らない土地だけど、横浜でやってこようか。ちゃんとしたそのアマゾンのセンターっていうの、ターミナルっていうの、そういうとこ行って最初そこで
何かしら指導なり何なりあるんじゃないかって勝手に思ってるんだけど、ね、初めての人に勝手にやらせることはないでしょ。茅ヶ崎は、まあ、一応アマゾンのセンター、アマゾンもそれはあるけど、そのセンターと呼ばれてるものではないんだと思うんだよね。見るからにそういう感じじゃないし、ただの倉庫、荷物積むのも外でやらなきゃいけないみたいな、明らかにちょっと違うんだよね。それがいいのか悪いのか分かんないけど、最初そこにそこでいいかな、最初は横浜とか行った方がいいんじゃなかろうかという気がしているというね。コンビニ、家の近くのセブンイレブンか、そこにやっていきますか。ローソンはもう行けないもんな、こっから行けないもんな。マジで茅ヶ崎ないんですけど、水曜日もないね、火曜、月曜火曜はもうないね。横浜行ってこようかな。知らないとこの仕事してくるってのは どうなんだろうね。全く知らない土地でさ、回れるかね、配送できるかね。ちょっとセブンイレブンに寄ってきます。よし、コンビニも完了。
最後の場所へ行ってきます。もうちょっと行ってもいいか。行ってきます。取得完了です。よかった。オッケー、よっしゃ帰りますか。あとはもう寄るところはないよね。ナビゲーションは三菱電機。